ちは。こんにちは。入ってくるパターンで。はい。4月ですわ。4月ですね。ほんまに。あ、新しくん明日誕生日ですね。あ、ありがとうございます。追いました。まあ年々追ってはいってますね。どのあたりが？どこですかね。まあ乾燥しやすくなったりしてますかね。あ、肌が。はい。今日はですね。はい。新しくん友達います？友達まあ何人かはいますけどね。いや、まあでも数強がらなくていいですよ。いやいや、なんだそれ強がらって。いや、それはまあ大学の時からの友達とか数人いますけどね。最後大学の友達に会ったらいつですか？いつって言われたらちょっと記憶にあんまりないかな。今年は会ってない。そうかな。それって友達って言わないですよ。いや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 、ちゃんと友達よ。連絡してなくても友達は友達やから。急に連絡しても、おお、いつでもこう昔に戻れんのが友達やからさ。連絡は取ってないってことですね。そうそう、まあたまに電話ぐらいはするけど、会ったのはやっぱりさ、こういう今の時期だからさ、テレビ見たでとか。ああ、なるほど。はい。そんな友達のいない新しくにですね、はい、今日は友達を作ってもらいましょうか。友達を作る。はい。この前一回ツイッターのアカウントをフォローするマジックやったじゃないですか。ああ、はいはいはい、神戸かな。あ、そうです、うんうんうん、今回は、うん、もう LINE で強制的に友達になりましょう。友達いないんで。で、友達はいるけど、ということは、だから LINE の何をどうしたらいい？ ID かな。 LINE ID をブレインダイブで読み取って、うん、強制的に友達になろうの企画です。なるほど、なるほど。はい、なってくれるかな。まあ、友達に なるのはなれるかもしれないですけど、うんうん、ブロックされる可能性があるんで。あ、なるほどね、はい、向こうからね。向こうから。なるほど。誰やこいつって。なるほど。はい、友達増やしましょう。斬新な友達の増やし方よね。多分この友達の増やし方はね、新しくんにしかできないんですよ。確かに。友達もなし。いや、何回言うねんそれ。何回友達おらへん言う。だってよく言われません？なんか考えてること読み当てられるから友達になりたくない。まあ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 、確かにそれめっちゃ言われる。怖いとか気持ち悪いから友達になれない。つい最近もね、近藤春菜さんに友達にはなれないってしっかり言われた。嫌ですもんね、隣にいる人がずっと読み取ってくるの。まあ確かにね、うん、いや、そこはもうちゃんとね、ダイブせずに友達としているんですけど、あくまでこうマジックのモードになった時だけこうダイブしてるんですけどね。まあ、エンターテインメントなんで。そこは信じてもらいたいんですけど。じゃあね、うん、友達探しに行きましょうか。いや、なんか大丈夫それ。見つかるかな。見つかるでしょ。じゃあ行きましょうか。はい、はい、レッツダイブ。僕、新しけいしっていうんですけど、あのブレインダイブっていうマジックを得意としてるんですが、考えてることを読み当てる。ブレインは脳のことで、ダイブは潜り込むみたいな。で、まあそれぜひ体感してもらいたいんですけど、今日まあどなたかの携帯を使ったちょっとブレインダイブをやりたいんですけど、やってみていいかなっていう方いらっしゃったら、誰でもいい、どなたでもいいんですけど。いいですか、はい、いいですか、はい、はい、じゃあ、ちなみに最近まあいろんな SNS 流行ってると思うんですけど、あ、インスタグラムとかツイッターとか。ちなみに LINE ってやられてます？はい、やってます。LINE の ID を僕が読み取ってみるというのをちょっとやってみたいんですけど、チャレンジしてみたいんですけど、 LINE の ID って自分で分かりますか？はい、思い出せます。思い出せるというか、頭ですぐ浮かぶ系のやつですか？はい、浮かびます、はい、OK です。じゃあちょっとお姉さんの頭の中に潜り込んで、その LINE の ID をちょっと僕は今から読み取ります。はい、お会いするのは今日初対面で初めてですよね、はい、ですよね。はい、じゃあ怖い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 、頭の中でその LINE の ID をちょっと思い浮かべてみてください。頭の中で怖い怖い怖い。基本 LINE の ID ってアルファベットだと思うんですけど、ちょっと僕の目を見てもらって、頭で文字、そのアルファベットで僕の目に映るように文字をこう思い浮かべてほしいんですよ。アルファベットはね、まず何文字あるか頭で数えてみてください。何文字あるか自分で頭の中で。数えました。はい、
9文字じゃないですか。はい、9文字合ってます。一緒ごめんなさい。いやいや大丈夫ですよ、言われ慣れてるんで。だいたい気持ち悪いとか怖いしか言われないんで大丈夫です。すげえ。心臓えぐい。最初の3文字にちょっと集中してください。はい。9文字は結構難しい。ちょっと一つずつやってみますね。僕の携帯、はい、ちょっと ID を、はい、感じたまま順番に打っていきますんで。怖い怖い。バーン。検索、はい、検索、はいはいはい、で一つずつアルファベット僕打っていきますんで、まず最初の一番最初の文字にちょっと集中してください、はい、アルファベットに。はい、じゃあ2番目集中してください。はい、じゃあ3番目ちょっと集中してください。では4番目じゃあ、5番目集中してください。おい、これはやばい。 OK。 6番目はい、じゃあ7番目、はい、7番目ですよ。はい、H かな。え、怖っ、怖っ、怖っ、テーブルですね。8番目、はい、じゃあラスト9番目、はい、僕今ちょっと検索してみたら一人の人が出てきたんで、めっちゃ怖いって、はい、ちょっと友達にちょっと追加してみますね。分かんないですけど。はい、やばいやばいやばい。新しいケイシーっていう名前です。すごい、はい、来てますよね。はい、来てますよね。え、めっちゃ怖いんだ。目に描いたか。え、やばい、やば、なんで？本名。あ、本名なんですよ。え、まだそうなの。そうなんです。見えるって書いてたんですか。いや、そうなんです。見えるほどそういう。はい、よく言われるんですけど、もともとこのマジックするために生まれてきたんじゃないみたいな。待って、めっちゃ怖い。待って、待って、待って、やって。数字で出てくるんですか。漢字とかも出てくるんですか。あ、そうですね。当てようと思ったら漢字とか。めっちゃ怖い。はい、レジャーは友達が好きな人。お前。あ、そうですね。何文字ですか。友達からなんか結婚するっすか。はい、あ、嫁の名前当てはいはい、大丈夫です。何々さん、はい、すげー、ありがとうございます。汗やばいな。はい、ぜひ友達になってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。叫んだ。ほんまに。ありがとうございます。怖かった、街中で。うわー、声量すごいもん。ほんまに乗ってたみたいな。友達できましたね。友達できました。はい、怖い、めっちゃ怖かった。携帯めっちゃ怖かった。だって友達になるの
った瞬間ビビられるの。そうです、ね、警戒心やばい。だってこの友達いやマジで怖かった。汗めっちゃ吹き出たもん。すいません。アイディを全部頭に思い浮かべてたんですよ。そしたら吸けたって言われて、そっからもう抵抗も吸って思ってたってわけじゃなくて、そうそうそう文字でずっと頭に。そう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 、ここでここに字を書いてました。な人じゃん。人じゃない。人じゃない。人間じゃないかもしれない。そう、人間じゃないと思う。最終的に人間ではない。人間ではない。何かの力。そう、太陽神か何か。太陽神か。あの三角形に目描いてる。フリーメイソンみたいな。力授かってる人。信じるか信じないかは。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive。